こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回もまた質問がありましたのでお答えしますが、テンポがどうしても揺れてしまうのでメトロノームをいろいろ使い方を教えてほしいということで、まあメトロノーム裏に出すっていうのはよくやると思うんですけど、まあ表に出してしまうとね、表で出してしまうとそこに合わせに行っちゃうんで、ちょっとずれてもすぐ戻れるんですよ。ところがメトロノームが裏だと、自分がちゃんとしっかりしてないとこうどうずれたかっていうのがやっぱ分かんなくなるんで、でまあよくやるこうハイハットと同じタイミングにメトロノーム鳴らす、ワン・ツー・スリー、こんな感じで鳴らす。これもすごくよくやると思うんですが、まあこうハイハットのタイミング、これちょっとまた別動画でまた紹介したいと思うんです。4ビートに対してのこのズレみたいなのがあるんで、それにどこに合わせていくかによっていろいろ違うんですけど、基本的に今みたいに2拍4拍をハイハットとぴったり合わせて、でこう練習する。でいろんなフレーズを練習するっていうのがまず一つ。でこれラリー・グレナディアに教えてもらったんですけど、ベースの。彼なんかはこう例えば、これの半分にして1、2、3、4、4だけ当たるように、1、2、3、こんな感じにして練習する方法。まああとは3連の裏ですね、さっきの、テンポ戻して1、2、こういった感じ。3連の裏に鳴らしたり、この3連の裏もずっかうっかうっかうっかって全部言うとなってるけど、うっかうっか半分にして2と4の裏だけ鳴るとか、要は音を少し間引いた方が自分がこう確認なんで、これはあくまでもこの自分がうまくそのタイムをそのままキープできてるかっていう確認なんで、こういう練習なんですね。で質問者さんは多分まあ自分も長いことやってきてるからっていうことなんで、だからこういうの結構意外とできてるんじゃないかなと思うんですよ。でうちの生徒さんですごくやっぱ悩み、もうプロでやってる子ですごく悩みのある人で、よくまあ質問を受けたりとかするんですけど、結局メトロノームはうまくいくんだけど本番になるとうまくいかない。大概それね、ちょっとライブを見に行って思うんですけど、メロディー聞きすぎちゃってるんですね。結局ドラムとベースのリズムのタイミングとメロディーのタイミングっていうのは、ちょっと別の動画で、つい最近やった別の動画のイーブンエースっていうのはもたれかかってくるんですよ、後ろ側にね。だからメロディーってすごいゆったり吹くんで、それをまるでそこが頭みたいに取っちゃうと急にタイムが遅くなるんですよ。だからとにかく僕は聴いてリズムを合わせるのはベースで、でメロディーが今どの辺に来るのかなっていうのは見てるんですけど、そのこれは何でもそうだと思うんですけど、自分のこう自信を持って自分が演奏してて、ベースも一緒に歩んでいて、で相手のことをこう見てるって感じで、相手が何か言ったからすぐそこにつけるんじゃなくて、例えばメロディーが一拍ずれたりとかした場合はしばらくそのまま行くんですよ。でどうしてもこれはもう完全にずれてるなと思ったらベースと目を見合わせてふって合わせることもあるし、まあ合わせちゃおうかって感じになることもあったりします。で結構ベースの人っていうのは結構リズムをすごいしっかり守る人が多くて、こうずっとこう自分で理路整然とずっとつなげていくからね。だからベースとドラムがずっとロックしてたら、結局メロディーがどうずれようと、メロディーはそれは意図的であるが意図的じゃなかろうがずれても、どっかのポイントに来るまではもうちょい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 合わせない。そこをちょい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 合わせちゃうから、自分がフラフラしてるから周りもフラフラしちゃうし、結局全然うまくいかないことになってしまうんですね。だから多分こういう練習はしっかりされてたらできるんだけど、多分メロディーに対してすごいこう合わせすぎちゃってるんじゃないかな。メロディーってのはどっちかっていうと聞いてるけど、ちょっとなんか別人格みたいな感じで聞いてるんですよ。だからタイムの次元が違うんで、多分演奏してる時もこうシンバル映画として
右足はメロディのタイミングだとするとレガートに対してすごく後ろに歌うんですね。デクスタになってくるともう拍自体がもう全部ずれ込んで小節単位でこうゆったり歌うんで、そうなってくると一個一個細かく見てるともう全然帳尻合わなくなるんですよ。だからその時はリズムが進んでるのが前提でゆったり歌ってるのにリズムが合わせちゃうと結局その良さっていうのはなくなってしまうんですね。だからこうなんかソロやってる途中に突然急に速くなったりしてしまうんですっていう話になると結局それは自分のリズム感じゃなくて結局メロディーにバーッと寄せちゃってんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の見解ですね。なのでドラムとベースでやっぱり一緒によく練習するの僕はよくやったんですけど、そういうこうドラムとベースでこうここでいいよねここでいいよねみたいな、まずドラムとベースってこうピッチャーとキャッチャー夫婦みたいなとこがあるじゃないですか。だからやっぱりベースとドラムっていうののやっぱりこうこのタイム感を合わせるで結構トップなベーシストとすごいボトムなベーシストがいるんで、それは僕はすごくこう名古屋にいることによってすごいトップとすごいボトムな、日本指折りのトップの日本指折りのボトムなベーシストがいたんで、すごいこう苦しんだ時期もあるんですけど、今考えるとすごくそれによってすごく幅ができたなって思ったりしますね。だから、そのリズムのこう幅っていうことに関してはちょっとこのビデオで抑えますけど、また別の動画で紹介したいと思いますが、なのでリズムとメロディーっていうのはちょっと別物だって考えてもらって、メロディー一緒に歌うんだけど歌いにくかったらちょっと遠くで見てる感じにして、リズムはリズムで自分でこう別で進んでいくっていう意思を持って演奏すると随分変わるんじゃないかなと思います。というわけでメトロームの使い方とリズムキープについてのお話でございました。ありがとうございました。